ナチシダテリスワラッチナは、イノモト草科のシダ植物の一つ。大きくなり、葉全体の形が五角形をしているのが特徴である。名前は、和歌山県のナチにちなみ、明治20年に参考学によってナチダキ周辺で発見されたことによる。背丈が1メートルを超え、葉の全長は2メートルにもなる大型の多年生草本。常緑性だが、 分布域の北限近くでは冬に地上部が枯れる。根茎は短くて斜めに立ち、赤葛色の輪辺をまばらにつける。傭兵はほぼ直立し、長さ1メートル、太さは親指台に達し、赤葛色から暗視色に色づき、光沢がある。基部には輪辺がある。葉は用心部だけで、差し渡しが1メートルを超える。傭兵の先端で大きく三つに分かれ。 さらに側死の基部近くからも基部方向に枝を出すため全体が五角形になりほぼ水平に開く。それぞれの枝には一回右上吹くようの形の右辺が月、き、主軸のそれが最も大きく、側死の分子のそれはやや小さい。葉質は草質で緑色。右辺を構成する小右辺は右上に深く裂け、先端はやや長い頂き右辺となる。側方の列は 線状筆心型で先端に向けてやや釜状で、長さ1.2から2センチメートル、幅2から4ミリメートル。放子能のつかない部分の円は、細かな胸脂がある。放子能群はこの列片の側面に長く伸び、基部と先端で切れる。また巻き込んだ、破片からなる、偽放膜に包まれる。また、列片の中六基部をつなぐ葉脈が、 小雨辺の中脈の周囲に網目を作るという特徴がある。特殊な成分としてフラボノイドや様々なセスキテルペンが含まれることが知られる。日本では千葉県伊勢の本州から四国南部、九州から琉球列島に分布し、国外ではアジアの熱帯、亜熱帯域から東はサモアまで見られる。産地の水気の多いところに出現し、しばしば大きな群落を作る。 また、生態的な攪乱を受けた場所にも素早く出現し、道路脇や崩壊地などにもよく見られる。この属には世界で250種ほどが知られ、日本では26種が報告されている。日本国内では、この種のように五角形になる大型種は他にない。またそれ以外のシダ類でも、このような形のものは少なく、大型であることもあって、判別のしやすい種である。 右辺だけを取った場合、同族の大葉の八条シだなどとは似ているが、常実の葉脈の特徴で区別がつく。新芽を食用にする地域がある。ブータンでもこれを食用とし、しかも牛や鹿はこれを食べないため、放牧地の谷沿いに大きな群落を作る。これはこの地域で食用とするシだ数種に共通するが、いずれも毒成分を含むため家畜が食べないので、 放牧地周辺で家畜の排出物を肥料としてよく成長する。人間はその新芽を特殊な方法で悪抜きすることで過食とし良好な食材を入手できるというシステムが成立している。日本本土では団地製のシダ類として知られる。静岡県鴨茂郡河津町ではナチシダ自生北限地として国の天然記念物に指定されている。ただし実際にはこれは 北限ではない。環境省のレッドリストには掲載されていないが、北限地域にあたる8つの府県で絶滅危惧などに指定され、特に神奈川県と福井県では絶滅危惧愛類に指定されている。それ以南では比較的普通なものである。ありがとうございます。